お気づきでしょうか久しぶりに声がガラガラでございます。<laughs> やっちゃった。まあ今回はね、原因はっきり分かってるんですけど、昨日、ダイナミックスピーキングアカデミーっていう、もうゴリゴリの講座をやってまして、まあ、これはね、えっ、ー、と僕の現在使っているスピーチの技術をそのまま伝授するよっていう、まあ、今まで僕が話し方の学校とかコミュニケーションの学校、 っていうのを作ってきた中で、まあ、最も現在地に近い、もう全力でやる講義で、デリバリーのこととかをやっぱ実演したりするのでね、そこで声をバリバリに、まあ、11時から19時まで、講座をやって、その後焼肉マフィアで、うんと、2、3時間喋って、その後また場所を移動して、そっから6時間ぐらい喋ったのかな。<laughs> っていう風うに、 ま、あの、十、何時間十四時間ぐらい喋ってたんですよ。さすがに、えー、喉に来ましたので。ちょっとガラガラしてて、お聞き苦しいと思いますが。あの、昨日ね、久しぶりに、十五年ぶりに、えー、出会った、えー、アーティスト、アリスのお話をと思うんですけども。まあ、アリスっていうのは、ボイスオブマクドナルドっていうマクドナルドの企画の時に出会って、グランプリを取って、 そこからソニーミュージックからデビューした歌手、アーティストさんです。でも本当に15年以上かな、経ってあったんで久しぶりにいろんな話したんですよ。あ、アリスの歌めちゃくちゃいいんで聞いて。えっと、URL はね、ムービンオンの URL 貼っていこうと思います。YouTube ね。これフジテレビのテレビドラマ、名前をなくした女神のオープニングテーマです。 え、これもアリスが歌ってたんですよね。あとは、スプラトゥーンで出てくる、テンタクルズの、イーダです。まあ、イーダの中の人が、あの、アリスなので。なんか、イーダはもちろん声はね、アリスがやってんだけど、なんかビジュアルもアリスなんだよね。なんか。えっと、グアムと福島のハーフです。 はい。<laughs> 僕が出会った頃はもうバリバリの福島なまりだったので、最近は標準語が喋れるようになった、成長したねっていう話をしたんですけど、そんなアリス、今はね、むちゃくちゃ新しいチャレンジをスタートするタイミングだったので、焼肉マフィアで食事をして話をすることになりました。まあ、アリスはもともとソニーミュージックからデビューしたんですけど、ある時からインディベンテントアーティストになります。 インディペンデントアーティストって、えっと、インディーズって呼んだりもするんですけれども、まあ、そんなこと言うとね、日本のマーケットだと、えー、所属事務所がない、えー、アーティスト、アマチュアとプロのアイノコみたいに思われがちですが、今現在のインディペンデントアーティストってちょっと違っていて、やっぱりね、SNS が普及したことによって、インディペンデントアーティストが活躍することが、やっぱね、多くなったんですよ。例えば、BTS とかもそうですね。 BTS もちろん大きなね、そういうミュージック参加のコロンビアレコードと契約していたりとかね。まあ、プロモーションもコロンビアがやってるんですけれども、でも、レコード契約じゃないんですって。だから、えっと、まあ、エージェント契約に近い感じだと思ってもらえばいいと思います。BTS は日本での CD とかの販売になると、ユニバーサルミュージックが契約を結んでるんですよ。 つまり、どこの国かによって契約するメジャーレコード会社を変える。これもインディベンテントアーティストだからできるんですよ。これ専属だとできないんですね。だから今は専属のレコード会社との契約もあるんだけれども、エージェント契約によって活躍するアーティストさんも増えていて、アリスもいよいよこのインディベンテントの活動プラス、えー、エージェント契約、 を結んで世界を取りに行くと。そんなタイミングです。マ、まあ、アリサも小さい頃からビヨンセとかマライア・キャリーのように歌で世界を取る。歌で世界中の人を希望とか夢とか元気を与える。そう心に決めていたアーティストさん。まあ、だからね、あのボイス・オブ・マクドナルドっていうマクドナルドの世界一歌のうまいアルバイトは誰だっていうコンテストに出演してね。 そこでグランプリを取って、ソニーミュージックからデビューっていうのがあったんですけど。で、まあ、このインディベンテントアーティストって、一言で言えば、自分で自分を売る。そういう存在じゃないですか。で、それを考えたときに、よく考えたら、鴨頭優秀人って完全にインディベンテントアーティストなんですよね。<laughs> 俺は公演カンドルーと決めて独立したの13年前。本当に一つも仕事がなかった。 そこからオーディションを受けまくって、セミナー講師派遣会社に登録してもらってお仕事をもらいます。契約じゃないです。派遣講師の一人なんでねで。最初のうちはとにかく実績を作るためにもう5000円でも仕事を受けて、日本全国一人でキャリーケースを引いて講演してました。一日に3回講演で移動距離が一日800キロなんてザラにありました。その後出版社にとつって企画を通して、 出版して、ブランド力を高めて講演量を上げていって、で、連続講座を西田さんと一緒に作って生徒さんに集まってもらうようになったけど、入学体験講座に参加者一人っていう日もありました。まあ、そんな頃、グレートフルテッドからマーケティングを学ぶっていう一冊の方に出会って、YouTube を2012年に始めて、5年間泣かず飛ばずのチャンネルだったけど、2017年9月についに波が来た。まあ、ビジネス YouTuber の波が来たっていうか、 作ったんですよね。本当のビジネスユーチューバーのバブル2018年なので、このタイミングは鴨頭吉祖し,しかブレイクしてないので、紛れもなくこのムーブメントを作った一人だったと思います。でね、日本の講演家でこれほど SNS をフル活用した存在は鴨頭以外見たことないし、パイオニアでもあるし、その後の後輩たちもついてこれないスピードで今も走り続けている。そう、間違いなくインディベンテントアーティストなんですよ。 で、やっぱり歌手のアリスも SNS での発信めちゃくちゃやってる。YouTube チャンネルもやってる。インスタライブとか TikTok もやってる。これまでにライブプラットフォームのショールームや17ライブやポコちゃんもやってました。そんな全力で挑戦する毎日を送っているアリスの姿を見て影響を受けた人がいます。森川俊太さん。まあ今はアリスの旦那さんでアリスのマネージメントしてます。 で、その森川俊太さんが言ってた言葉がすごくね、あの、リスナーの皆さんにも関係ある内容だなと思ったので、お伝えします。こんな風におっしゃってました。僕は、まあまあ大きな会社で管理職をしていたので、生活は安定してたし、正直18年も同じ会社にいたので、仕事は楽でした。でも、彼女に出会って、どんな困難にぶち当たっても諦めない生き方を見ていて、 僕は安定は手に入れたけど、ドキドキしない生き方を選んでしまったんだ。って気がついたそうです。そして、今は彼女を世界で活躍させるマネージメントの仕事をしています。わからないことだらけ、できないことだらけ、困難とトラブルの連続しかない。でも、感じるんです。生きてるって。生きてる実感しかない。 今はこう思ってます。こっちの世界に来て本当に良かった。で、僕はこのことを聞いて皆さんにみんな独立した方がいいよとか言いたいわけじゃないです。そんなことじゃないんですよ。ドキドキする場所を持とうって言いたいんです。それ会社にしながらでも選べます。副業にチャレンジするのもいい。NPO 法人の活動に参加するのもいい。誰かの推し活なんて最高だと思います。 未来がどうか、どうなるかわからない NFT を買えば、買うだけでドキドキするし、コミュニティに所属すれば推し活とドキドキしかないです。講演会の主催者なんてずっとドキドキの連続。もうね、集合写真でドキドキです。集客でドキドキです。終わった直後に燃え尽き症候群になる人続出です。そう。生きてる実感を味わう場所、いっぱいある。別に独立とか転職とか引っ越しだけじゃない。 今いる場所でもドキドキする選択をすれば生きてる実感は味わえるんだと思います。まあ、僕はね、このボイシーでも時々提唱している会社員最強説の一つ、888戦略。8時間寝て、8時間会社で働いて、残りの8時間を好奇心に使う。まさにこの残りの8時間がドキドキタイムになれば、むっちゃ。 めっちゃあバランスのいい人生が送れるんじゃないでしょうか。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね